試合終了です。ただいまの試合は4対3でドラゴンズが勝ちました。出ましたけど、ご自身ではどう振り返りますか？そうですね、まあ、オープン戦、そうですね、まあ、良かったり悪かったり結構激しかったので、まあ、いろいろ試していることもありましたし、まあ、久々にこうホームランを打てたので、まあ、感触的にも良かったですし、まあ、シーズンでもっと出るようにすればいいかなっていうふうには思ってます。あの飛距離はどうですか？こうご自身のキャリアを振り返ってどうでしょう？いやもう、まあ、1年に1回あるかないかぐらい の会心だったので、まあ、本当にこう、まあ、今日のホームランをきっかけにどんどん、まあ、自分の状態を上げていけたらいいなというふうに思いますし、まあ、シーズンでたくさんこうホームラン出るようにしたいなというふうには思いました。あそこまでのあたりっていうのは乗っていけそうな感じなのか、それともなんか違う感覚があったりするのか。いいや、そんな飛ぶとは思ってないので、まあ、たまたまこうやってタイミングよくしっかり仕留められたので今日みたいなあたりになったんじゃないかなというふうには思ってます。もうそろそろ本拠地開幕、リーグ開幕なんですけど、はい、ちょっと本拠地開幕のビジュアルが公開されておりまして、はい、ちょっとすいません。これはなんかご覧になったりとかありますか？いや、こうやって見るのは初めてなので。このメンバーに細川さんがいらっしゃいますが、見つけられてますか？そうですね、ここにいますね。いや、まあ、こうやってここに載せていただけるっていうのは本当に嬉しいことなんで、こう皆さんの期待に応えられるように結果出したいなっていうのが一番ですね。テレビ愛知さんの動画ですかね、チームの中心選手になるっていう、こう一つをなんか去年よりも一つ上の目標を口にされてるのをちょっと聞いたんですけど、まさしくこういう、いやもう恥じないように頑張るしかないなっていう思います。はい、すいません、じゃあちょっと一旦これをいただいて、はい、本拠地開幕戦で配り物を来た方に全員にというので、はい、こういうものが配られます。これが第2戦目ですね。はい、クリアファイル、どうでしょう、はい、見ていただいて。いや、もうかっこいいっすね。細川さんもいますよね。あ、いました。はい。いました。結構前の方に陣取って。
そうですね。いや、これはみんな欲しいんじゃないですかね。はい、ゲットしてもらいましょう。そうですね、裏にもこうやって予定がもう書いてあるので。そうですね、ちゃんと見つけてもらう。はい、とても便利じゃないですかね。そして第3戦は柳選手会長からちょっとサイズもちょっと小さめなクリアファイルという、はい、クリアケースというところで、いや柳さんのこれはみんな欲しいと思いますね。争奪戦だと思います。争奪戦、はい、じゃあちょっといただきます。最後にあのファンの方々にメッセージをいただけますか。はい、まあシーズン、もうすぐ始まりますけど、残りのオープン戦もしっかり、ファンの、皆さんのマナーの前で、活躍している姿をお見せできるように、頑張りたいと思いますし、まあ、今年は、まあ、上位争い優勝できるように、頑張っていきたいと思うので、僕自身、チームの勝利に貢献できるように頑張りたいと思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。実際着てる選手にとっては、はい、このドラゴンズのユニフォーム、まあ、ちょっと似てるっていうチームもありますけど、はい、どう感じてるんですか、細川さん。いや、僕的には結構かっこいいんじゃないかなって。あ、まあ、ドジャースのユニフォーム見ますし、僕も結構メジャー結構見るので、あ、なんかとても僕的にはかっこいいんじゃないかなと思っていつも来てプレーさせていただいてます。そうです、はい、着ながらちょっと気分も上がってるというところですね。そうですね、はい、結構みんな好評じゃないかなと思いますね。じゃあこのユニフォームでまた今年もたくさん、そうですね、はい、打っていただけますか、はい、たくさん、まあ、試合勝てるように、活躍できるように頑張りたいなというふうに思います。今まで実感はなかったですけど、目指したいなっていう思いはすごい強くなりましたね。おはようございます。おはようございます。早くはすいません。